みなさん、こんにちは。はい、いつもあなたの心の中にいたいのを全部無形のお部屋テコボイス、ゆうんです。キャッピーキャッピー。そして、YouTube 界の美白担当、乳輪の広さは心の広さ、顔面総額栄養失調、命に近し恋性乙女、どうも、パンちゃんです。自己紹介投げんだよ。おい、ファンヘルだろ。自分からやりだそうって。そうそう、アイドルアダルこの間やったから、そう、はい、覚えたのこのセリフ。はい、ということでね、オープニングからちょっとなんか変なテンションで撮っていたんですけども、毎日本当にたくさんリクエストが来るぐらいね、コラボしてコラボしてってね、ユミリーからめっちゃ来るもんツイッターとかもうなので、今日もバンビ君と一緒に動画を撮っていこうと思います。なんかユンのイメージだと、おいおい、バンビ君動画でいろんなキャラやってるじゃん。やってるね、 YouTube 界の百名奏って言われてるからそうだね、ほんと何十人格あんのっていうぐらいあるじゃん、はいはいはい、うん、で、その中の今日は一番最初に目覚めた闇バンビ、はいはい、あ、闇バンビね、はいはいはい、のあのメイクをやってほしいなと思って。あー、なるほどね、病んでるのそういうわけではないんだけど。あ、病んでない。なんかいつも毎日毎日ね、メイク変わんないし、新たな自分をね、発見できたらいいなと思って。まあ、確かにゆんちゃんがメンヘラメイクって今んとこ想像できないもんね、多分みんなもそうだけど、だから元気100倍みたいな感じじゃん。元気100倍ゆんバンマン。顔も悪いしねはい、なのでその、うん、いわゆるメンヘラメイクというものをね、うん、やってもらおうと思います。それでは早速やっていきましょう。ヒュイト。はい、それではまずね、メイクを落としていこうと思います。はい、このくだりは毎回いるんですか？いります、いります。みんなびっくりしちゃうから、急に誰みたいな。ああ、なるほどねびっくりしないように、まあ、ワンクッション置いとこうかなみたいな。さあ、各場一斉にスタート。ユン氏、勢いよく化粧を落としていく。すっぴんは粉生地じいという噂が流れておりますが、どうなんでしょうか。果たして化粧を落としたすっぴんに期待しましょう。誰がそんな噂が流れたやつはい、それではバンビ先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やったー、痛い。やったー、やったー、やったー。ねえ、石頭やん。石頭。お前どうすんだ、俺の頭蓋骨がコブダイみたいになったら。コブダイ、ちょうどよくなるんじゃない。はい、お願いします。はい、はい、じゃあね、まずはベースメイクからやっていきたいと思います。肌を青白くしたいんでね、こちらのラベンダーの下地を使っていきます。目立ちたがり屋か自分のチャンネルなのに。毎日やってんだろ。続いてキャンメイクのフェイスパウダー。これ結構使ってる人多いよね。これ多いね、プチプラだし、うん、そう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 。いや、あの、ファンデーションっていうのは引きずっちゃダメなんですよ。叩き続けるんです。ちょっと鼻の中に粉めっちゃ入ってくるもん。これね、首までちゃんと白くしましょう。続いてヘビーローテーションのアイブロウで平行眉にしていきます。それでは早速やっていきます。痛いな。動かないで顔。はい、続いて眉毛に立体感を出すために眉マスカラをしていきます。ヘビーローテーションの。痛い今日は事故が多い日ですね。頭突きされるし、アッパーされるし。続いてビセのアイシャドウを塗っていきます。まず一番明るい色をね、アイホール全体に塗っていきましょう。これはね、全体の発色を良くするために、僕はね、このクマのとこもね、全部塗っちゃいます。続いて続いて2番目に明るい色めっちゃ噛んでます言うんじゃねえよ続いて2番目に明るい色を二重のラインに沿って塗っていきます。見えた。続いて3番目に明るい色を二重幅に塗っていきます。同様にね、涙袋にも塗っていきます。こちら結構ね、深めにやってください。涙袋をちょっと過ぎるぐらいの大きさで。続いてワッツァのナンバー531ザクロを使っていきます。まあこれはね、他の色でも代用可能ですけど、僕が探した中で一番赤いやつです。こんな感じでね、単色のアイシャドウなんですけども、めちゃめちゃ赤いんですよ。こちら少量塗っていきます。こちらほんと涙袋にって感じですね。で、僕は多分他の人と違って、あの茶色の上に赤を重ねてきます。よりなんかね、血色悪い感じに、血色悪いっていう不摂生な感じ。病んでる？病んでる。もうね、やっぱ赤入れるとね、一気にメンヘラメイクになるんで、これすごいおすすめです。すごい、めっちゃ病んでるはい、さっき言うの忘れちゃったんですけども、ヘビーローテーションのね、このアイブロウでノーズシャドウもやっていきます。あの一番大事なのはここ、ここの黒さも僕的にはちょっとメンヘラメイクに印象を与えるんで、ここまでね、こっちからこういうイメージで塗ってください。続いてキャンメイクのクリームチーク5番ですね。こちらね、男だと使わないんですけど、女の子なんでね、チーク塗っときます。この涙袋のね、下に入れてきます。まああんまり広げないでね、このチークの色を活かせつつね、塗ってきます。まあ殴られた青タンみたいな。
最後リップなんですけども、僕的にこう光ってるとあんまりメンヘラ感って出ないんで、こちら先ほどの赤いシャドウを使っていきます。リップクリームを塗った後にこちらのシャドウを塗っていきます。はい、リップを塗ったら完成です。まああとはね、ザ・メンヘラっぽい衣装に着替えていただいて、まあ完璧なユンちゃんをご覧ください。どうぞ。お待たせ、ごめん部活で遅くなっちゃった。ねえ、さっき話してた女の人誰？部活のマネージャーだよ。マネージャーね。ねえ、浮気してるでしょ。するわけないだろう。本当に？うん。あんなに楽しそうに話すんだ。君が笑っていいのは私の前だけだよ。お前何持ってんだよ。私以外の前。おい、やめろ。笑わないで。やめろ。許さない。やめてくれ。許さない。ああ、あれ、ねえ、もっと笑ってよ。おかしいな、動かなくなっちゃった。はい、ということで VTR いかがだったでしょうか。いや、もうかなりのメンヘラ具合だね、これは。ざっくりね、そう、闇バンビも、そう、出てきてもらって、やれって言われて。いや、でも想像以上にちょっとユンちゃんがメンヘラメイクが似合うっていうね、ちょっと新事実が発覚しました。これ隠れメンヘラだった。うん、隠れメンヘラだったね。はい、ということで近くで見るとこんな感じなんですけど、これはメンヘラだわ。これはメンヘラですよ。だいぶ立派なメンヘラ。このセーラー服をね着たことによってよりね、うん、病んでる感が出てる。はい、ということでね、今日はせっかくメンヘラメイクをやってもらって、うん、また新たなメイクを覚えたので、あ、もう今日病むわって日にはこのメイクをしようと思います。 YouTuber 病みがちだから、 YouTuber そうそうそう、だからこのメイクをしてたらもう察してほしいよね。うん、あ、病んでんだな、ゆんちゃんみたいな。よかったら皆さんもメンヘラメイクやってみてください。あとバンビくんの方のチャンネルでも実体験に基づいたね、私たちのバイトあるあるをやってみたので、よかったらそちらも見に行ってチャンネル登録もしてあげてください。ユンちゃんの壮絶なねバイト時代の経験も盛り込んでるんでね、ぜひ見に来てください。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。よかったら Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録の3点セットお願いします。以上、ユンとシャカです。それでは皆さん、今日も一日お疲れレーション。バイバーイ。これからもずっと私だけ見ててね。